皆さんおはようございます。神谷絵里です。今日は1月の6日ですね。なんか日々こう喋るのがだんだん楽しくなってまいりまして、なんかここのところはずっと連日投稿ができてるかなと思っているんですけれども、くどい言うですが、いつまで続くか分かりませんので、突然投稿が止まってもですね、おそらく生きていると思いますので、ぜひ私の SNS、インスタグラム、それからツイッター、フェイスブックなどチェックして生存確認をしていただければと思いますが、続く限り楽しいと思って、続く限りはこうやって投稿させていただこうかなと思っております。今日もお付き合いください。ですね、なんか日々何を話そうかななんて思って、なんかそれを考えることもなんか楽しくなってきて、楽しいって感じてるうちはですね、すごくいいパワーが放出されていると信じてですね、こうやって喋っておりますが、せっかく私がこうしてなんか聞き流しラジオということでお話しさせていただいているので、取り留めもないことももちろん話すんですけれども、日々のどうでもいい話とかでも、せっかくですから、なんか歌に関することをちょっと話してみようかななんて思って、今日お話しするテーマはですね、なんか歌に性格って出るよねっていうお話。これなんか以前にもなんか動画で、まいちゃんとの動画だったかな、お話ししたかなと思うんですけれども、歌にはその人の性格がすごく出るんですね。てか、もっと言うと、歌にはっていうよりは、楽器の方はその楽器を通して、その方の歌を、楽器を通して歌ってるわけであって、全て音楽ですねやってる方には全てそれが出る。稀にね、全く出ない人がいるんですけれども、あれはあれ何なんでしょうね。あれなのかな、こう霊感が強い人がなんかこうブロックして、自分が霊感が強すぎるからいろいろ苦労しちゃうのでブロックしてますみたいな、そういう状態なんですかね。全く出ないっていう人もいて、こういう人って何かあったんだろうなって逆にそれをこうなんか感じると、なんかこう深読みしてしまう、そんな傾向にありますけれども、大体そうですね、4小節から8小節ぐらい歌っていただくと、その人のこうなんか考えていることだったりとか、実はこういう性格なんだろうなみたいなことってほぼ当たっているんじゃないかと思うんですよね。でもあんまり言えないじゃないですか。 あなたなんかすごい優しい感じですけど、実はなんか意地悪ですねとかそんなことも首にも出せないので言いませんけれども、あとはやっぱご本人も気づかなかった自分の発見っていうことでもね、こうやってレッスンとか他の方にお歌の指導なんかさせていただきますと、いろいろ発見があるわけです。で私自身も歌を通してね、30年以上こう自分と向き合ってきたわけで、よくねアーティストアルバムが出ましたなんて言うけど、本当あれアルバムなんですよ。本当古い写真みたいなものでですね、大体最初の方に出たものとか、なんかちょっと本当昔のアルバムとかね、懐かしいねっつって笑えるぐらいまで行ったらいいんですけど、ちょっと前のなんかすごいなんか若い頃にちょっと意気がってなんか言ってるインタビュー記事とか昔のアルバムとか恥ずかしいじゃないですかね。それが本当一周回って、こんなこともあったよねなんて思って、そういう時が来ればね、それはそれで愛せるんでしょうけれども、やっぱり自分の中のいろんな自分がね、全て愛せるわけではないっていうところをなんかこう通り過ぎていって、人間こういろいろ完成されていくというか、円熟していくのではないかなと思ってるんですけれども、こうやって私も歌を通してですね、自分の新たな一面っていうものをね、垣間見るわけでございますけれども、大体そうですね、こう歌をこう歌った時のその人の癖っていうものがほぼあるんですよね。皆さん大体なんだろうな、こう例えばこうビブラートをどうしてもかけてしまう人、
うん、なんかもう癖になってしまってる人っていう人もいるし、あの、まあ、ビブラートかける人があのなんか性格がイライラしてますとかそういうことではないんですが、あのあすごい常にこう素の自分をあんま見せたくないのかなっていうことをこう感じたりとかする方もいらっしゃるんですね。あのビブラートかけてる方が全てそうだって言ってるわけではないので、そこはあのなんか取り違えないようにしていただきたいんですけれども、誤解のないように、あのなんですが、うーん、なんかこうすごい歌の語尾って一番その歌を表現する上であのとても表現しやすい場所だと思うんですね。歌い出しもそうですけれども、歌のその最後ですね、音の処理、あのビブラートを使ってスーッて消えていくのか、あのノンビブラートでまっすぐ伸ばして切るのか、放り投げるようにあの音を切るのか、いろいろあると思うんですけれども、なんかそのなんか語尾になんかいつもこうボールを遠くに放るような感じでなんかあの音の処理をされる方とか、必ずなんかもう全部の曲全部そのなんか語尾で終わるみたいな感じの人とかね、それも一つの癖だと思うんですけれども、じゃあなんか何でも投げやりなのかって言ったらそうじゃなくて、なんでしょうね、こうなんかこうちょっとこう自分のこう何でしょう、理想の形がちょっとかっこいい感じになっていて、なんかそのかっこいい感じを表現しようとするとそうなるとか、なんかあのそういうこともあるのかなと思ったりもするんですけれども、まあまあ本当いろんな癖のある歌、まあ、ほとんどの方がいろんな癖を持っていらっしゃると思うんですけど、稀にですね本当にまっすぐな方っているんですよね。すごいなんだろう、これ一周こういろいろあってまっすぐなのかなとか、こう計算してまっすぐなのかなとかいろいろ考えてしまいますけれどもね、あのたまにこう何の癖もなくてまっすぐお歌いになる方もいらっしゃいますし、あやっぱり付き合ってみると本当にこの人まっすぐなんだなっていう人、あと本当に裏がないんだなこの人っていう歌もありますよね。うん、あとなんかすごくやっぱりよく見せようとする、うん、よく見せようとしちゃうんだなついついとか、あとなんか柔軟に見えてもすごくこの人芯があるんだなっていう人の歌っていうのもね結構ありますよね。とにかくあ頑固なんだなとか、そういうのもね歌に出たりするんです。でなんかなんかその出た歌がいいか悪いかっていうのはもう本当に歌なんて、てか音楽なんて、てか芸術なんてなんか受け取る側の自由じゃないですか。はっきり言って好みなんですよね。だからいいか悪いかとかもともとないと思っているし、その人の聞いた人の琴線に触れるか触れないかということだと思うので、なんかその辺のところはよしあしはね語らないでおこうかなと思うんですけど、やっぱり好みっていうのがありまして、やっぱ私があこの人の歌すごくいいなって思うものは癖が全くなくて素直な歌がいいなと思うのかと思うと、それはそれでいいんですけれども、例えばですね桑田佳祐さんの歌ってすごい癖あるじゃないですか。もう一瞬聞いただけでもこの人だってわかるっていう個性がある。私やっぱ桑田佳祐さんの歌とか好きなんですよ。日々ね歌を教えたりとかこうレッスンでね言わせていただいてることは、言葉の発音きれいにしましょうねっていうことは英語も日本語も変わらずお話しさせていただいていることではあるんですけれども、こと桑田佳祐さんに関してはですね、そんなになんか言葉の大切さとか全然なんか気にならないというか、やっぱ好きなんですよね。あいいなこの人の歌、やっぱりこの声で聞きたいなって思う、そこがすごく大事なのかなと思っていて、私はとにかく好きなので、癖がある歌がみんな嫌いかって言ったら全然そんなことはなくて、本当に自分がこう聞いて素直に心地いいなって思える歌は癖があってもなくても私は大好きです。でもなんかこうその人のなんか人となりみたいなものがなんか歌の端々に出るから、なんか私歌って面白いなって
感じるんですよね。いろんな方の歌を聴いていると、すごくそういうことをなんか感じて、いろいろ想像したりもしますね。私が、大好きなシンガーというか、音楽家の中で、本当に大好きな人でスティービー・ワンダーという人がいますけれども、彼に関してはですね、すごい歌に性格が出るとかそういうこともあるんですけれども、あの人のなんか表現する音楽自体がなんか好きだったりとかするので、なんか願わくばなんか自分もそういうなんかなんでしょうね、まあ、スティービー・ワンダーとまではいかなくてもですね、なんか歌がうまいねとか、なんかこれが器用にできるねとか、よく難しいことできるねとか、そういうところをゴールにするんじゃなくて、なんかすごく聞いてて心地よかったとか元気がもらえたっていう言葉をいただけるように歌を歌っていきたいなといつも思っているわけでございます。スティービー・ワンダーってね、好きな人多いんですけど、歌が上手いからっていう理由で好きな人って少ないと思うんですよ。スティービー・ワンダーってなんか、ワンダーってなんか歌が上手いから、歌上手いじゃないですか。歌が上手いけど、歌が上手いから好きじゃなくて、あの人の存在が好きっていう人がやっぱり多いんじゃないかなと思うんですよね。なんかそういうのが表現できたら、芸術に携わる人間としては本望なのではないかななんて思ったりもします。さて、なんか今日も取り留めもなく話しましたけれども、なんかいい感じで時間が来たようなので、今日のお話は、この辺りにさせていただきます。それでは次の動画でお会いしたいと思います。ありがとうございます。今日もいい一日をお過ごしください。